それでは武器術のうち棒術の解説に入りたいと思います。空手で使用する棒はこのように約6尺の長さの棒であります。で、両端がやや細くなっているものが一般的ですが、すべて同じ太さの丸い棒でも構いません。この棒の歴史は古くて、むしろ空手の起源といっても過言ではありません。棒の技術の中から現在の空手の技が作られたと言われています。したがって空手の素手の技術とこういった武器術は車の両輪のように両方合わせて修行する必要があります。先ほど館長の言葉にもありましたが、武器は手の延長であるということから、武器に頼らずまず体を鍛え、体を動かしてその延長に武器があるという発想で修行しなければなりません。しかしまた逆のことを考えると、武器をしっかり身につけることによって体の動きが上達するということも考えられます。特にこの棒は多彩な技があると同時に遠心力を使うことによって体の中心に非常に力がかかります。ですから腰を使い、腰を鍛え、体幹部を鍛えるという意味では非常にこう優れた武器でもあると思います。武器としての使い方も大事ですが、武器を通して手を鍛える、腰を鍛える、足を鍛える、そういった体全体の鍛錬にも適しております。空手を学ぶ者は武器の中でもこの棒についてはしっかりと取り組む必要があると思います。